長谷小学校はな、宇和海や南予地域の山並みが一望できる標高約300メートルの高地にあってな、児童の学校としてだけやなく地域の集会所でもあったがよ。 L 字型の木造平屋の建物は教室の間の仕切りを3枚引き戸にして2つの教室がホールに変身できる仕掛けがあるんよ。小さい敷地の学校に大きな空間を作る松村さんならではの工夫が見られるんよ。それでな、平成25年の3月末に麓の小学校と統合したがよ。